どうもセブンでございます。さあ、今回もマイクラやっていきましょう、主さん。さーて、今回はどんな企画なのかな？今回は僕と一緒にマイクラやりませんか？おー、ついにペル君と一緒にマイクラ来た。あれ？でもペル君どこにもいないけど？と言っても、今回は僕がプレイするわけではなく、主さんに僕の分身を作ってもらいます。ということで今回の企画は、分身が作れるマインクラフト分身の術。今回主さんがやってきたこの世界には、いろんなところに僕のパーツが隠されています。そのパーツを集めて僕の分身を完成させてください。そしたらペル君の分身とマイクラできるってことか。主さんを超絶サポートしてくれると思いますよ。超絶サポートって何？ペル君の分身のパーツっていうのはどうやって手に入るの？クラフトで作るとか？その方法でゲットできるパーツもありますね。いろんな方法があるってこと。クラフトレシピや、構造物の宝箱。普段のマイクラでやっているアイテム集めの中に、僕の分身のパーツが紛れ込んでいるかもしれないですよ。これは目を凝らして探さないと。構造物の宝箱とか特に怪しいもんな。ペル君が選んだこのスタート地点もヒントとか？ああ、はっはっは、どうやら図星だったようだなペル君。そしてスタート地点からすでに見えていたジャングル寺院、ここにパーツがありますよと言っているようなものだぜ。ということでお邪魔しまーす。トラップには気をつけてくださいね。ぬっふっ、私はこの寺院を何度も攻略してきたのだよ。この辺にトラップは、わーあっぷな。もうちょっと距離あったら思いっきり命中してたわ。はい、中に入っている矢も物騒なので回収しておきます。はい、怪しいものは全部壊しておいて。ディスペンサーの正面に入らない、これ大事。これでジャングル寺院も安全になりました。セペル君のパーツないんかい？早速私の予想を外れだったんだけど。めげずにパーツ集め頑張ってください主さん。普段のサバイバルの中に変化があるって言ってたから、いつも作るアイテムとかよく見つける宝箱にペル君のパーツが出てくることがあるってことでしょ？そうですね、普段通りにサバイバルしてもらえば気づいたら全パーツ集まるんじゃないですかね。ちなみにパーツは頭、胴体、右腕、左腕、右足、左足とありますよ。全部で5種類のパーツか。洞窟探索のどこかで、ペル君のパーツが出てくると見た。お、早速洞窟探索行くようですね。このツツジの木の下には、半模した洞窟が広がってるからね。ここを直下すれば、確実に洞窟に当たるね。しかも半模した洞窟。景色が綺麗ですよね、半模した洞窟って。しかもウーパールーパーもいる。のー、どんどん下に掘ってけー。キャー。おし、やっぱり半模した洞窟あったね。今回分かったのは、砂漠バイオームでも、ツツジの木が生えていたので、砂漠バイオームでツツジ探しをすると、半模した洞窟を見つけやすいですね。砂漠に生えてる木はすごい目立つし、その木はほぼ確実にツツジだからね。また一つマイクラ知識が増えたー。さあ、そろそろ一つ目のペル君パーツを見つけたいところ。私の予想は、廃校のチェストにあると見た。どこかの宝箱に入ってるってペル君言ってたし。でもこういう時に見つからないのが廃校なんだよねー。出てきて欲しい時に限って出ないことってありますよね。とりあえず鉄のツールにグレードアップさせるか。もしかしたらネザーに行かないとパーツゲットできないかもしれないし、ダイヤモンドをゲットするために、鉄のツル橋を。あ。え？ペル君の胴体ー。ちょっと待って、まさかこんなゲットの仕方だとは。どういう仕組みなのよこれ。これがマイクラパワーなんです主さん。でもとりあえずペル君のパーツ一つゲットだ。まさかこんなゲットの仕方だとは思わなかった。え、鉄のツルハシは？今回は鉄のツルハシのレシピをパーツに変えたので、鉄のツルハシ作れないですね。待って、それ結構致命的なんですけど。でも主さん、パーツはネザーに行かなくても揃いますよ。あ、そうなの？それならダイヤゲットしなくてもいいね。ウーパールーパー今日も可愛い。パーツ集めのヒント出しましょうか。え、教えてくれるならぜひお願いしたいんだけど。釣り。え、それって釣りをすればいいってことなのかな？え、もし釣りでペル君のパーツゲットできたら、ペル君今答え言ったよね。とにかく釣りをしてみるか。釣り竿を作って。全然釣れないんだけど。この狭い水場じゃ釣れないんだっけ？さすがにここは小さすぎますね。大きな地底湖を見つけるか、地上に戻るかですよ。二つ目のペル君パーツゲットできると思ったのにー。仕方ない、釣りは後にして、洞窟探検再開だ。他のパーツはどこにあるんだろう？クラフトしてゲットと、釣りしてゲット。次は何をしてゲットなんだ？来たー。クリーパー何体か倒したらドロップしたよ。ということで主さん、足パーツのゲット方法は、クリーパーのドロップアイテムです。
右足ってあったけど、左足もまさか？クリーパーがドロップしますよ。ターゲットはクリーパーだー。いたぞクリーパー。爆発する前に倒してドロップアイテムを。いやー、外したー。あー、ベル君のパーツがー。ダイヤモンド。鉄ツルハシのレシピがパーツになってしまったばっかりに。まあでも今回はネザーに行く必要ないみたいだし、全然ダイヤなくてもへっちゃらだもんね。ベル君のパーツドロップしなかったか。ってなんで今回に限ってこんな簡単にダイヤ見つかるの？他の企画でダイヤたくさん出てきてよー。あそこにクリーパーが2体いますね。あのどっちかがベル君パーツをドロップすると見た。まずどっちかを爆発させてダメージを稼いで、生き残ったもう1体のドロップアイテムにかける。さあ来いベル君のパーツ。火薬でしたね。おー、来たー。これで両足のパーツが揃いましたね。あとは頭と腕ですよ主さん。ベル君、これ私もうパーツ全部集めるよ。お？ベル君が、釣りでパーツゲットできるって言ってたから、あとの残りは廃校の宝箱でしょ。廃校にはパーツ入ってないですね。あれ？おし、それじゃあ今度は釣りをしてみるか。釣れるアイテムに絶対変化があると思うんだよねー。ていうかさっきペル君思いっきり釣りって言ってたし。はっきり言いすぎてしまいました。おう、早速来たぞ。ほわー。やっぱりペル君のパーツ釣れちゃったよ。ていうか本当にパーツのゲット方法バラバラだね。だってさ、まず胴体はクラフトで作れて、足はクリーパーのドロップアイテムでしょ？そして腕は釣り、もう両腕揃っちゃった。さあ、残すは頭の身になりましたね。ここに来てようやく宝箱が来るんじゃないか？そういえばさっきジャングル寺院の宝箱外れだったし、今回のスタート地点は砂漠バイオーム。お？お？さあ主さん、今度はピラミッドに狙いを絞りました。私の脳内 CPU が弾き出したデータによれば、この中にペル君のパーツが眠っている。さあ、主さんの脳内 CPU は正しいのでしょうか？私はペル君と一緒にマイクラするんだー。やったーったー。おめでとうございます主さん。これで全てのパーツが揃いました。これでペル君の分身を召喚できるんだね。っていうか触れてなかったけどダイヤすごい数だったよ。さあ主さん、集めたパーツをクラフトで合体させましょう。腕と足、左右間違えないように気をつけてくださいね。右がこっちで左がこっちでいいのかな？きたー。これで分身を召喚できるようになりました。ついにペル君とマインクラフトできるぞー。いてよペル君。うおー。ここから主さんに超絶サポートしていきますよ。これで超絶サポートの謎が解ける。まずは僕の分身を主さんの仲間だと認識させましょう。僕の大好物をあげると仲間になってくれますよ。ペル君の大好物ということは？お魚だー。ほわー。これで僕の分身が主さんをお供するようになりました。いや、動き俊敏すぎないか。はい、ペル君の分身さんこっちについてきてくださーい。って？なーんでクリエイティブモードになってるの？あ、それ分身の能力で。分身に話しかけるとクリエイティブモードにしてくれます。それは超絶サポートだわ。せっかくペル君とマイクラできるんなら、なんか一緒にボスと戦ってみたいな。そのために、いろんな装備を今回導入してありますよ。本当だ、防具も武器もたっくさんある。どれも性能いいから選ぶの迷うな。かっこいいやつにしようっと、武器もかっこいいのがたくさんあるな。どれもかっこよくて迷っちゃう。おし、この鎌の武器で行くね。そしたら主さん、ボスも選んでください。まさかの自分でボスを選ぶスタイル。このスタイルは今までなかったね。適当にこのスポーンエッグをチョイス。もし、ペル君の能力でサバイバルにしてもらって、防具の装着。レギンスとブーツは、新しく追加されてなかったですね。それでも見てよこのかっこよさ。めちゃくちゃ最高なんだけど、アッペル君は防具はいらないの？防具装着しなくても十分戦えますよ。なんか防具なしの方が強者感出てかっこいいじゃん。よし、じゃあペル君一緒にボス戦よろしくね。私が選んだボスはこれだー。でかいエンダーマンだー。主さん、ここは僕の分身にお任せください。ペル君そのまま行っても大丈夫。めちゃくちゃダメージ入ってるけど。主さん、このボス意外と HP 低いですよ。いや、それはペル君の攻撃力が高すぎるだけでは。待って、私全然ボスに攻撃してないのに倒しちゃった。いや、でも主さんが召喚した相手の仲間を倒してくれたので、僕の分身がボスに集中できたんですよ。
ということで、今回は僕の分身が作れる世界でした。面白かったと思う人はぜひ高評価ボタンを押してくださいね。さて、次はモブにでも変身して主さんとマイクラしましょうかねー。エッペル君モブにも変身しちゃうの？